次は影月フック、それから上月アッパーについて実演したいと思います。まず前手ですね。前手のフックというのは非常に重要です。左足を前にしたオーソドックススタイルの方ですと、まあボディであれば相手のレバーがありますので非常に重要ですね。この場合普通は体の回転で打っていきますので、空振りをすると、まともに相手に顔の横側を、ね、見せてしまう。非常に、空振りをした時に脆いとも言えます。ところが達人の突きですとこういうふうに自動的に返ってきますので、上段でも中段でも空振りした後すぐに戻りますから、突きができにくい。また空振りしたすぐ後にこういうふうに連打もできますので、相手が空振りしたところを打ってこようとしてもそこにこちらの突きが出ていますので、相手は突きにつけ込むことが難しいということになります。それはこちら側でも同じですね。普通はこうなっちゃいます。空振りするとこうなっちゃいますね。でも達人の突きですとこういうふうにここから返ってきますので、こういうふうに空振りをしてもその後すぐこちらがフォローの突きを出せますので、これによって相手に入ってこさせないということが可能になります。これはアッパーでも同じです。普通は戻ってくるのが重力になりますので遅いですね。こうなっちゃう。でもこれも達人の突きですと返ってきます。返ってきます。非常に速いスピードで返ってきますので、空振りをしても隙ができにくいですね。いうふうに自在に使い分けて攻撃の幅を広げて変化をつけて、しかも相手につけ込まれにくいという利点があるわけです。